さあこの後は NMB48 リスンプリーズ。なんてもう一回言って。後輩いじめはやめてください。知らんがな。知らんがな。 NMB48 のリスンプリーズ。こんばんは、NMB48 高校2年生になりました、あかりんこと吉田あかりです。こんばんは、 NMB48 木下こと木下もかです。こんばんは、 NMB48 まいちこと大田舞です。今日も始まりました、 NMB48 のリスンプリーズ。今週はこの3人が担当しています。なんだよ。はい、まあね、ゴールデンウィークの狭間でして、今日は祝日ではないんですけど、いかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。さて、今週も初登場の4期生のメンバーが来ています。マイチ、自己紹介どうぞ。はい、ちょっと待ち、私はマイチ、待ってくれへんかったらマイチ参っちゃう。ありがとうございます。兵庫県出身、高校3年生は卒業しまして、18歳のマイチこと大田舞です。イエーイ。それさ、はい、なんてもう一回言ってな。ちょっと待ち、うん、私は舞ち、うん、待ってくれへんかったら舞ち、うん、舞っちゃう、うん、何を待たなあかんのかな。それは何を待たなあかんの。噛みつくな。自分が多分行って、うんうん、待ってくれへんかったらどういうことや。な、困ってるからもうやめたね。はい、年上やぞ。年上。あのね、新しい子をね、すぐにいびるっていうのが私の趣味やからね。やめてください。嫌な先輩です。てか、あんたはその宿川ボーイズさんみたいになんでうんつけたん。え、ちょっといつからついてんの。好きなんですよね。うん、うん、好きやからちょっと入れてみた。うん、木下ことを言って入れてみました。うん、木下言われてへんやろ。言われてない、全然言われてない。初めはな、言われとってんけどね。言われとったけど、うん、ももちゃんとか最近ちょっと舐められてる傾向にあるから。舐めてない。あー、いかわいされてんね。木下もね、うん、はい、じゃあそんな木下、はい、どうぞ、はい、じゃあちょっとメッセージ読んでいきたいと思います。はい、大阪市中央区の梅干し食べてカッツマンさんから。新しく何かを始めたくなりませんか。僕は4月から面白い出来事があればそれをメモ帳に書き残し始めました。その出来事を会話に交えてみたり、ラジオでの投稿に生かしたりしたいなと思ってます。メンバーの皆さんは最近新たに始めたことや始めてみたいなと思うものなどありますか。教えてください。見て、この考えてる仕草がさ、ちょっとさ、うん、モデルっぽいっすよね。かわいかった今。やった。ちょっとやってみて毎日。あー、ちょっとあかんな。そんなことないやろ。おーちゃん、何やろ、ある。始めたいこと、なんか、ま、高校3年生になってから、うん、手帳に日記をつけ出したんですよ。でもそれがやっぱりちょっとめんどくさくなって。続かんやつやで。そうなんですよ、うん、ちょっと続かないので、やっぱ4月からもうね、高校生も卒業したので、うん、ちゃんと続けれるようになりたいなとは思います。それはでもな、続けられへんかったからそうやってなってんのやろ。はい、それをまた新しく始めるっていうこと。はい、な、そういうのさ、ちょっとさ、もうちょっとちゃんとしよう。後輩いじめはやめてください。そんなももかはなんかないの。私もう始めたいっていうか、もう全部をね、シャットアウトしてとりあえずこもりたい。何それ。なんか始めたいとかじゃない、もう起きたくない。寝ていた。なんかもう外に出たいとか思わない、うん、あ、インドア派ってこと。そう、インドア派の中のインドア派やな。あー、もう、うん、引きこもっちゃいたい。だから始めたいとかないよ。ないの。ないそうです。私たちにはないの。そういうのには縁がないの。あ、はい。あなたみたいなキラキラした人だな。本当に違います。あなた何なのよ。始めてみたいとか。そうですね、最近ちょっと人間観察ハマっとって。人間観察。うん、このなんか駅とかでストーカーしてん。違う。駅とかで一人で歩いてた暇やし、なんかぼーって人のこと見ちゃうんですよ、うん、そしたら
超ドヤ顔で、まあ、某を、うん、あのファーストフードのポテト食べてる人いた、うん、へえ、ドヤ顔でめっちゃドヤ顔で、え、俺かっこいいやろ、なんか俺ポテト食べてますけどみたいなしかもやったらこっち見てくんねやんか。あー、それはあかりちゃんが綺麗やからしょうないよ。いやでもよくよく考えたらあかりが見てるからきっと見てるんですよね。あ、まあ、あかりちゃんやったらもうあげるよってなるやろな。いや、ならないでしょ。まあうちはならへんけど。なんで、まあうちはミルキーにならあげてもいいけどってなるけどね、二人にはならないからね、言っとくけど、こういうね、こういうのだからね、うん、大丈夫ですよ話題変えようか。はい、じゃあラジオネーム堺市のストロベリーキッスさんからです。かわいいな、ね、でも男性男性の16歳です。男子だとよ、はい、男子、そう男子、私と同い年ですね。おー、 NMB の皆さん、遠藤さん、こんばんは。こんばんは。この前クラスの男女4人でいちご狩りに行きました。うーわー、このまたほんではい、食べ放題ドリンク飲み放題でお得な感じでした。その時2人いるうちの1人の女子と手が触れ合い、2人とも一瞬ドキッとしました。案の定僕はその子を意識するようになってしまいました。これって恋ですよね。知らんがな知らんがな。あのね、桃香はねすごいリア充を嫌うんですよ。なんでほんで、で、ウルタが好きかどうかって、うん、お前がドキッとしたのは好きじゃない。もうで恋なんですよね。でもこれは恋なんで、まあ、こういうとこから始まるからね。そうですよね、恋の始まり、恋なんでしょうよね。ね、まあでも春なんでね、うん、出会いの季節でもあるし、そうよ、はい、ちょっとじゃあ毎日言って再現してみようか。だから今の目触れ合ってさ、はい、だからさ、いちご買ってますわ。じゃあうちがおど、そのね、男の子で、うん、はい、いちご美味しいな、はい、ちょっといちごちょっと食べる時な、美味しい、はい、美味しい、ちょっと積もうか、ちゃんと、はい、今触れたね。あ、今触れた。分かりにくいからラジオこれ。やな、ラジオやな。ごめんごめんごめん。まあね、そんな濃いでしょこれは。いやでもさ、知らんやんそんな。でもなんかういういしい感じせえへん。そうやん。ええー、なと思わへん。青春やん青春。ほのぼのせえへん。なかったしそんな。そうですね。私ら NMB48 はね。ないですからそんな、ほんま。手触れ合ってはっとかないから。ないんですか。だって何？ドキドキしたこととかある？ないですね。なんかそこまでドキドキすることがなかったです。なかったですか？はい。あら、意外に。でも18歳もんな、うん、はい、うん、私らより大人も。私もないですね。こういうなんか男子にドキッとしたみたいな。私全然なんかドキッとしないんですよね。あら、ま、高飛車なこと、ほんとやだわもう。え、エンデさんドキッとしないですか？え、俺、いやドキッとするよ。やっぱ来ないやったらドキッとする？するするする。あ、しますか？手振り合ってあってなるんですか？男はね、なんか多分女子が何とも思ってなくても過剰にね想像しちゃうんですよ、これぐらいの年齢の時って。いやだ、もうやらしい。このワンタッチが何倍にもなるんよ。やらしい、やらしくはない。すごいね、もうワンタッチがもう10にも100にもなってるわけやで。なんねんなんねん、そんな生き物なんですよ。もう15、6の男子っていうのは。所詮男ってそういうもんなんすよね。そうっすよね。そういうもんっすよ。いいじゃない、はい、夢見たってさ。まあね、でもこのストロベリーキッスさんのね、うん、恋の行方が気になりますね。ズッズ、ズバリ恋でいいんですか？はい、いいと思いますよ、うん、頑張ってアタックアタック。なんか最後言うたって。じゃあ木下、そうだな、まあ私から言えることは、うん、当たって砕けろですね。あ、結構正論なこと言ってくるやつやな。当たって砕けろっていうか、私が砕けてくれないと困るんで。あ、砕けて、もう砕けてっていう。砕けてって言ってるんですね。そうそう、はい、砕けるために当たってってことだね。そう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 、もう砕けろっていう。ね、ストロベリーキッスさんね、ももかのことはちょっと無視して、うん、はい、お願いします。頑張ってください。はい、まあ、こんな感じでたくさんのメールありがとうございます。それでは今日はこの曲を聴いてください。ファーストアルバム「てっぺん取ったんで」から NMB48 で聴いていただいたのはファーストアルバム「てっぺん取ったんで」から「は」でした。さて、このコーナーでは皆さんからのメールを大募集しています。 FM 大阪 .net にアクセス、集まれミュージックコースターのホームページに NMB48 のバナーがあるので、そこからいっぱいメールしてください。待ってまーす。 NMB48 のリスンプリーズ。 NMB48 あかりんこと吉田あかりと NMB48
木下こと木下桃花と NMB48 舞ちこと大田舞でした。また来週、好きとか知らんで。はい、今夜はあかりん木下舞ち初登場、4期生舞ちがだいぶいじられておりましたけども、どうしたんだろうね木下ちゃんね。まあいつも通りっちゃいつも通りなんですけれどもね、はい、やさぐれておりました、まあ、かなり運がついたからちょっとパワーアップしてたのかな。パワーアップしたんでしょうかね。写真の顔もどえらいことになっておりましたけども、これ OK なんですかね。舞ちゃんはでもあの喋りと裏腹にねかなり大人っぽい、お、ね、そんなニューカマーでございました。さあ来週は一体どんな3人が登場してくれるんでしょうか。毎週木曜恒例コーナー NMB48 のリッスンプリーズ、来週もお楽しみに。